くわチャンネル、こちらのチャンネルを毎日カレー動画をお届けしているそんなチャンネルとなっております。よですね、高円寺にありますワールドおにぎりマイスターさんに行ってまいりました。こちらのお店はバングラディッシュ料理ですねのおにぎりの専門の、お店でして、もともとトルカリの、高円寺店で働いてた方とか、ボムの、方ですねをやられてた方が今バングラディッシュのおにぎりを専門としたお店をやってるということで、バングラディッシュ料理とおにぎりの合体した料理がいただけるということで、場所はですね高円寺の第一市場内のもうそれこそトルカリさんを、のある場所ですね、あちらを曲がりしてやってるお店に本日行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレードン、こちらの方がメニュー表、メニューの方はもちろんおにぎり一択で、内容の方もしっかり記載されております。日本を象徴するおにぎり、そしてバングラディッシュ料理の融合にワクワクしながらも、先に届いたモクテル風冷製茶碗蒸しの方に入っている銀杏をパクリと食べて秋を感じながら待ちます。こちらがワールドおにぎりマイスターさんのバングラディッシュ風おにぎり。周りに彩られているのは中に入っている具材の追加やその他の副菜やおかずたち。全メニューお米の方までおかわり自由で、辛み足しの唐辛子、おにぎりの中にはしっかりと具材の方もぎっちり詰まって食べ応えも十分、そしてワクワクも止まりません。それでは本日もいただきます。食べ方は自由ということなので、まずはおにぎりの方を少しちぎり、そのおにぎりの方をいただくと海苔の磯の感じも相まって和風感ありで、本日もうまし。全ての具材がしっかりと詰まっており、お互いが喧嘩することなくしっかりおにぎり感もあるところに驚き、中に入っているしそや煮干しふりかけ、サバのツナ風マッシュなどが全体を引き締めてくれ、おにぎりの具材的存在感もしっかり輝き全体を引き締めてくれます。具材をそれぞれ足しながら食べたり、ガランと味変できるしそとクリームチーズの方もしっかりの相性で、これまたうまし。添えてあるレモンの方をかけてしっかりさっぱりと食べてみたり、辛み足しの唐辛子の方は少しかじるだけでも結構な辛さになるので注意しよう。残ったおかずや具材などをライスを追加し、海苔ももらい、そのまままた食べていく和風感強めで馴染み深いバングラディッシュ料理、最後にほうじ茶を飲んで本日もごちそうさまでした。見事な融合、ボッタやマジってあのマッシュ料理だったり炒め物だったりとかを、おにぎりの中に包み込んだりだとか、そのままプラスで食べれたりだとか、様々なね、あの副菜みたいにしながら食べれるっていう感じの、おにぎりでして、もうまあまあまあボリュームの方もねなかなかありますし、そしてこうどんな感じの、あの融合なのかなと思いつつ、結構すんなり普通におにぎりみたいに食べれるっていう、まあもともとねカレーなので、具材としてもあの炒め物とご飯で食べるみたいな海苔なんですけども、おにぎりにすることによってでいろんな味だったりとか食感の変化だったりも得られますし、こうなんか新しさもあり、馴染みのすごく入ってきやすい、そんな一皿でございました。やっぱりねおにぎりということで見た目のインパクトもありますし、こう、ね、最初食べ方どうやって食べるんやろうなっていう感じで、あの聞いたところ、まあ、自由に食べてくださいみたいな感じだったんで、まあ、ちょっとちぎりながら食べたりだとか、そのままおにぎりみたいにして食べたりだとか、おにぎりみたいにして食べたりだとか、日本人にも馴染みやすいそんなおにぎりだったんで、ぜひ皆さんもね限定食なので、あの数少ないですけども行ってみてくださいって言いたかったんですけども、このね旅、11月からちょっとここの場ではやらないということになって、今後ちょっとどうするか決まってないということなので、11月以降の営業はしてないんですけども、あの今後なんかいろんな方法でこうおにぎりやったり何かを提供するという形は変わらなさそうなので、ぜひね、あのこちらのアカウントの方をチェックしながら、またねぜひ食べれる機会あったら食べてみてください。はい、というわけでカレントリコの生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。